FDN はマニアック素人吉田です。今日は飯坂にやってきました。ラーメン館探しに行きたいと思います。なんか前ここら辺で道に迷ったんですよね。喫茶白鳥、違う白馬やってんのかな。やってないっすね。日頃見ないものいっぱいありますよね。え、廃墟ですね。さっきの猫いないかな。もう足湯どころ、足湯があるらしいっすよ。だ今入浴できます。ご利用時間午前8時から午後9時まで。誰でもいいんですかね。お、木肌です。胃の薬ご自由にどうぞ。平成22年2月22日。これが胃の薬になるんですか。排卵所。入れんのかな。キリ公衆浴場。あ、一人200円。ラーメン。お、あれじゃないですか、自販機。なんかラーメンっぽいものが見えるんですけど、この前と自販機の形違いますね。この自販機はメーカーは違いますが、秋葉原でブームになったおでん缶を販売しています。 2,3 年前から全国的に見られるようになり、あまり珍しいものではなくなりましたが、商品の種類は今も増え続けています。じゃあ早速買って食べてみたいと思います。お、フォークもちゃんとついてます。こんにゃく麺なんです。じゃあ早速食べてみたいと思います。おお、なんか言うとしました今。正直ちょっと美味しそうではないです。メンマよいしょ。はい、お肉です。お、具は異常のようですね。異常です、具は。じゃあ早速麺を食べてみたいと思います。麺はコシがあります。伸びてません。僕は好きです。じゃちょっとスープも飲んでみたいと思います。おお、カツオの出汁が効いた。カツオですね。ちょっと最近流行りかどうか分かりませんけど、カツオだしのラーメン多いので、多分それを意識して作ったと思われます。じゃあちょっとお肉を食べてみたいと思います。なんかおつまみによく出てくるハムとか、そんな感じの
食感がします。メンマ、メンマは普通にメンマですよ。メンマにもスープが染み込んでいいっすね。美味しい。難しいな。でもこう麺を伸びさせないためにこんにゃくの麺を考えるっていうのがちょっとすごいですよね。結構入ってますよ。こうなんか底の方に沈んでるだけで麺自体はそこそこ入ってそうですね。こんな感じで。完食です。